象情報です。昨夜からの雨が現在も降り続いています。発達した雨雲は今後も停滞し、ところにより1時間に200ミリを超える豪雨となる見込みで、明日の朝まで警戒が必要です。河川の増水などには十分ご注意ください。はいはいはい、今出ますよ。あ、電話どっちだったかな。じいちゃんいいよ、俺が。ああ、あったあった。はい、もしもし。ああ、出ちゃったよ。はい、すいません、もう少し大きな声で言ってもらえますか。自分が大きい声出してどうすんだよ。誰変わるよ。そうですか、もう55年。そうですか、いえ、お断りします。いや、もう忘れてしまいました。話せるようなことはもう。はい、失礼します。誰から、誰からだったかな。新潟日報って言ってなかった。なんでわかるんだ。向こうもでかい声で喋ってくれてたじゃん。そうか、日報の記者だろ。何が55年。いや、なんだったかな。忘れたの。ちょっとあそこに行ってくる。どこ、行ってみて。だからいつものあれだよ。あれ、まして出てこないの、やばくね。出てきたんだけど、出てそのままどっか行っちゃったんだよ。何の話だよ。ダルガ橋の観音様にお参りに行くんだろ。分かってるなら聞くな。毎日毎日よく行くよな。雨降ってんだからやめとけば。ボケ防止だ。じゃあもう手遅れじゃねえか。はん、行ってくる。待って、俺も一緒に行くよ。珍しいな。来週旅行行くからさ、今滑って転んで死なれたりしたら困るんだよ。てか耳聞こえてるよね。バカだれ。なんでよ。うわ、雨ひでえな。じいちゃんマジで行くの。あ、ちょっと、変なの、観音様の周りだけ雨上がってる。あ、じいちゃん見て、猿がいる。何やってんだ。死んだふり。猿に死んだふりしてどうすんだ。あ、そうか。おい、お前の後ろに猿。うおーって猿じゃないじゃん、人間の親子じゃん。俺は後ろって言っただけだぞ。すいませんね。いえ。ちえちゃん、もう怖くないよ。ごめんね、大きい声出して。怖くないよ。どこかでお会いしましたか。どうでしょう。どこから来なさった。遠くから来たんだよね。ねえ、足りないし、いいとこでしょう。観音様よりそっちの道の駅とか樽ヶ橋遊園の方が楽しいよ。そっちには大きいあれのあれもあるしな。大きい滑り台のある温泉施設ね。そっちにはあれとかあれもあるしな。美術館と郷土資料館ね。腹が減ったらあれもあるしな。誠食堂ね。宣伝しすぎたな。じいちゃんあれしか言ってないけどね。こうやって何でも忘れていくんだろうな。雨上がってよかったね。どこ行くのかな。どこ行くの。もう降らないでしょうか。降っても大したことないでしょね。それは分からん。大丈夫、この胎内市はね、災害とか起こったことないんですよ。災害がない。ないだろ、それ小さいのいろんなのあったかもしれないけどさ、災害っていうほどじゃないだろ。お前本気で言ってるのか。学校で習わなかったのか。どうだったかな。って怖い顔すんなよ、子供が怖がるだろ。あ、泣く泣く。ほら千恵ちゃん、大きな観音様だね。これはいつできたんですか。どっかに書いてあるかも。昭和45年です。昔のこと覚えてんだな。何のために作られたんですか。なんでだっけ。昭和42年8月28日羽越大水害殉難者の冥福と国土の安全を記念して。水害、そんなのあったんだっけ。お前本当に知らないのか。もしかしてあれ、
そっちの建物にあれあるよね。亡くなった子供の顔が浮き出たっていう石。あれってその水害なんだっけ？若いもんはこの通りです。55年前です。私は忘れたかった。もう誰も語らない。みんな知らない。災害があったことすら。よかったら聞かせてくれませんか？私は消防団員でした。堤防を守ろうと土のうを積み上げていました。突然襲った濁流の前になすすべもなく駆け上がった高台から激しい流れをただ見つめていました。その時です。子供を抱いた若い女の人が流木につかまって波の間に、助けて！私と目が合うと彼女は叫びました。お願いします。この子だけは助けて。この子だけはお願い。何もできませんでした。あっという間に流されて茶色い水の中に消えていきました。じいちゃん、あの日目の前で助けを求める親子を救えなかった苦い記憶です。語れなかった。でも語らなければいけなかった。観音様を毎日拝んでいながら生の声で語り継ぐことをしなかった私の責任だ。我々の責任だ。行政やマスコミがいくら災害から55年と声を上げても我々が語らなければいけなかった。胎内観音、関川村の大下もんじゃ祭り、大石ダム、柴田の内の倉ダム、横川ダム、慰霊塔、みんなあの日を忘れないために、あの日を繰り返さないために作られたのに、そのことを知らない人ばかりになってしまった。じいちゃん、災害がなかったんじゃない。災害の記憶がなくなっていくんだ。忘れられていくんだ。私はまだ死ねない。あの日濁流に消えていたあの親子のためにも、急にこんな話をしてしまって申し訳なかったね。ありがとうございます。これでやっと。え？長生きして語り継いでくださいね。さあ知恵ちゃん行こう。さようなら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 。じいちゃんボケてる場合じゃねえな。もっと聞かせてくれ。ああじいちゃん、さっきのお母さんが抱いてた女の子、あの石に浮き出た女の子に似てたの？振り返ると母と子は消えていた。俺はあの日の記憶を消さないようにしようと思った。旧中条町、旧黒川村災害対策日誌より、8月28日月曜日午前9時頃から強い雨が断続的に降る。午後2時頃から豪雨の兆候濃くなる。荒川、胎内川、梶川水系の中小河川が氾濫し、道路田畑と至る所にあふれ出す。午後5時、黒川村の道路、橋は各所に流出、決壊、埋没し、全村孤立。子どもたちの手記、中条中学校1年女子。その日の夕方はまだ作業場までしか水は入っていなかったのに、1時間後は家の前が川のようになった。父が家のものを片付けておけと言った。日野戸小学校6年男子。雨は止みそうもなく風も吹いてきた。お父さんとお母さんは家の中を片付け始めた。中条高校旧黒川分校1年男子。夕食後消防団員として土田原を積み重ねていた。午後5時45分、赤川浦川の水路氾濫。5時50分、高野橋上流300メートルの砂岩決壊。6時50分、変電所に浸水。みるみるうちに辺りは川になってしまい、僕は電柱に捕まっていた。水は引くどころか、
急激に腰のあたりまで増え、恐ろしくて涙が出そうだった。8時ごろやっとご飯を食べた。心配でご飯が喉を通らない。午後8時、濁流は国道7号線バイパスを越えて市街地全域に押し寄せる。黒川村全村停電。公会堂が流れ出して、僕の捕まっている電柱に引っかかった。その重みで電柱はへし折れ、僕は流されてしまった。石や材木が激しくぶつかり、胸が苦しくなり息さえできない。お母さんが、大水だ、起きろと怒鳴り込んできた。はっと目を覚まして茶の間に出てみると、濁った水がゴーゴーと家の床下に流れ込んできた。9時、弟たちが床に入った。私は心配で寝ないでいた。午後9時、中条町全町停電。各所で床上浸水。飯泉、半山、関沢などは連絡不能の状態に陥る。豪雨によって崩れた土石は、一挙に蔵王と体内の各部落を襲う。救助に出た消防団員、家ごと流された人たちの多くは、巨石や巨木とともに土石流の渦に巻き込まれる。僕は浅瀬に乗り上げた。傷ついた体を引きずって四つん這いになって必死に歩いた。旧体内中学校男子、バキンバキバキと音がした。私の家の作業所だ。ああ流されてしまうと誰かが言った。電気が消えた。僕は学校の道具を持って2階へ駆け上がった。9時半ごろ、台所のところまで水が入ってきた。私は弟のヨシを起こしに行った。水は床の下まで来て、布団が濡れている。午後9時35分、半山地内で山崩れ発生。今度は私の家が、ギシーと音を立てて傾きかかってきた。私は夢中で家を出た。勉強部屋へ行って、学用品を出したら、中に入っていたもの全部が流れていった。そのことに気を取られていると本棚がひっくり返った。午後10時半、町役場現体内図書館に1メートルの濁流を押し寄せる。タンスがひっくり返った。タンスの上を上がって逃げた。私たちが逃げて20分後、バキバキと大きな音が響いた。確かに私の家が倒れる音だ。8月29日日曋深夜0時30分、体内発電所はついにゲート放棄。新田の部落一帯が洪水。0時45分、梶川堤防決壊。午前2時、県警機動隊は中条へ向かったが、激流のため進めず、柴田へ引き返す。ゴーゴーとものすごい水の音。豚小屋がほんの屋根だけ出ていた。中で豚がブーブー鳴いて助けを求めていたが、どうすることもできなかった。早く朝になってほしい。午前4時、ようやく豪雨も小康状態となり、情報が入るにつれて悲惨な被害状況が判明し始める。僕はもう動けず、戸板の応急担架で運ばれた。途中顔を上げると、自分の家だった場所は土台の跡すらなくなっていた。夏休みの宿題も自由研究もみんな流れてしまった。明日から2学期が始まるのです。たまらない気持ちでした。朝、母は家が建っていた場所を見て泣いた。誰かにお気の毒でしたと言われ、また泣いた。午後までに8名の遺体を確認。最終的な死者、旧中条町、旧黒川村合わせて42名。家屋全壊137。床上浸水2095。床下浸水3892。旧大長谷小学校3年女子、先生が聞いた。みんなは今何が一番欲しいの？まみこさんはカッパズボンだと言った。あつこさんが手袋とカッパズボンが欲しいと言った。私は思った。服ももらったし、靴ももらったし。本当はあの日亡くなったお母さんが一番欲しい。だけど私は手袋が欲しい、そう言った。